じゃあもう一回フェイシアのくだりで、はい、大丈夫です、気を取り直して紹介しよう、フェイシア。
ちは、フェイシャーです。フェイシャーですってこうやってステージに立つのはこのバンドで17年ぶりぐらいでしょうかね。18年ぶりか。もともとですね、僕が、リーダーで始めたバンドで、今オリジナルのメンバーって僕しかいないんですけど、千春くんとまず僕はですね、ちょうど今から30年前の、1984年に高校2年だったのかな、その、まあ、隣の、なんだ、体育のクラスとかで一緒だったんですよ、隣のクラスとかで。で、まあ、一緒になって、まあ、楽器の話をするようになって、で、高校の頃にですね、ちらっと、まあ、バンドをやったりとかして、まあ、その頃僕は違うバンドやっていて、80年代のヘビーメタルのね、カバーバンドとかやってて、彼はジェシカをやってたんですね。で、ジェシカを僕は高校の頃なんとかお客さんで見に行って、さっき美川君がやってたね、ダンシングクイーンとか、あれなんだ、あ、ディスコクイーン、ダンシングクイーン、アバでしたね、ごめんなさい。ディスコクイーンとか、あとプリコグニションとか覚えてましたよ。30年ぶりに聞いたけどすごい良くてですね。見てる通りちょっとフェイシャーって地味なバンドなので、ビジュアルがとてもトリガーハッピーにしてもジェシカにしても割にね、こうフラッシーな感じでね、80年代って感じがするんですけども、まあ地味は地味なりでこう頑張っていきますんで、よろしくお願いします。僕はこのフェイシアは、ちょうど20年前の94年に始めて、まあ千春君と、まあ、元ギタリスト純君っていう、まあこの方もちょっと今いないんですけれども、で始めたバンドで4年ぐらいやっててですね、まあ千春が大体このバンドに関わってくれて、当時もう彼はドラム叩きながらインカムつけて、今日は打ち込みできる人が誰もいないんだけど、打ち込みで今で言うな、当時のね TM ネットワークのとか、YMO みたいなピコピコこう、まあ動機を鳴らしながら3人でやっていたので、音に結構厚みはそれなりにあったんですね。で、今千春君がもういなくなってしまったので、ちょっとそれを担当できる人がいなくて、で彼は半分ぐらいリードボーカルもやってくれていて、かなりね、そのバンドの要というか、彼なしじゃこのバンドのカラーはなかなか出ないっていうところがあったんですが、たまたま今日のこの3人っていうのは、彼が1回フェイシャーを辞めてまたもう1回カムバックしてくれるんだけども、その間、まあ、数ヶ月ここのケンちゃん、ドラマーのケンちゃんに手伝ってくれた時期があって、ちょうど17、18年前にこの3人でやったんですね、ライブを1回かな、たまたま1回この3人でやったことがあって、でそれ以来ですね。で今日の選曲は、ほとんど千春が、関わっていた、彼が弾いてくれた時の曲を中心に、あとまあ 1,2 曲ちょっと違う曲をやるんですが、まあそんなわけでまだちょっとあるんですけれども、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。バイバイガール。
って嘘ついてただけさ。君の写真も綺麗になるしかないんだ。君だけの涙も次の誰かに取っとけよ。バイバイだ。バイバイバイ好きにすればいい。バイバイバイ大切な折り抜け出して、バイバイバイ残るのいいだろう。バイ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 